どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタラです。今回はグランド RP 初心者講座、第3弾になるのかな。今わかっている、基本的な操作設定とか、いろいろね、VC の設定とかも、ちょっとね、説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。グランド RP は PC 版 GTA5 を持っている人だったら誰でも無料で参加することができます。概要欄からダウンロードぜひしてみてください。そしてダウンロードしたら最初のホテルでスタッフに話しかけて家族と再会したいんですというところで、GFAS パパテラと入力するとパパテラのファミリーに参加することができます。ファミリーの車を自由に動かしたりとか運転することもできますので、ぜひね、仲間作り初心者さん参加してみてください。まずなんですけれども、初期の段階では VC の設定かなりわからなくて、あれこれね、数字をいじくっても、どうもね、周りの声が聞こえないとか、自分の声が聞こえないとか、今でもね、周りにあるんですけれども、おそらくこれをやると一番ね、治りやすいんじゃないかっていうことで、まずなんですけども、M のキーを押してください。で、M のキーの中から設定。次に、プレイヤーの声を聞くってやつが、これ大体1とか、2とか、大体3。このあたりの設定が周波数みたいな感じになってるのか、これでね、よく聞こえるらしいです。そしてマイクのリセット。ここ、一度押します。次にですね、このゲームの画面に戻った時に、基本的に初期のデフォルトの設定では、N ボタン押した時に画面の左側に白いマイクのマークが出るんですよね。そうなった時に、自分の声が周りに伝わってるような状態っていうことなので、これですね、左側、ちょっと N を押してみます。そうすると、この白くなった時は周りに聞こえている状態ですね。でも、これが稀に周りに伝わってない。自分の口がパクパクしてるだけで伝わってない時があります。そういった時は、ちょっとおまじない的な操作なんですけれども、これがだいぶ有効的で、N を押しながら、F8、F10 を押してください。そうすると、こんな感じになります。N を押しながら、F8 でリセットして、F10 で倒れる。これを数回繰り返すと、こう、聞こえてますかとか、どうですか聞こえてますかとか、言いながら F8、F10 とか、人の前でこうやってね、パタンパタン何回も結構やり取りするんですよ。聞こえてない時。相手喋ってんだけど聞こえないなとか、自分の声伝わってないなって時にこういうふうにやると、あ、聞こえる聞こえるみたいになるんで、こういった感じが結構街で起きている、この VC の、波長を合わせる方法なのかな、唯一のっていう感じですね。それ以外にも、いろいろな、マイクの設定、他にね、左側に、VC 以外にもトランシーバーとかいろいろあるんですけど、例えばですね、家族、このファミリーというものに入ってた場合ですね。ファミリーに入ってた場合は、このファミリー間でのトランシーバーというものが存在します。ただ、そこのボスの設定によっては、全員が話しかけることもできるところもあれば、ボスだけみんなに伝えるというようなね、状態で、基本的にはボスが話すときは O とかね、押しながら話す。トランシーバーを話したいときは O を押しながら話すんですけれども、これはもうファミリーによって設定違うので、みんなが全員他のプレイヤーに、ファミリーに話しかけられるかって言ったらそういうわけじゃなかったりします。ただ、このトランシーバーをオンオフできる方法があって、これですね、F4 かな。今、ラジオを切ったとなってますので、この状態で、ラジオは多分聞こえないと思います。そのファミリーのね、無線は聞こえないと思います。なので、F4 押してファミリーのラジオをつけたという状態にしておけば、そこのファミリーのボスが、なんかファミリー全員に向かって、あれあれしてくださいとか、どこどこ集合ですとか言った時に聞こえるんじゃないかなと思います。ほんとファミリーによって、全員がトランシーバー使えるか、ボスだけが一方的に使えるか、一部の人がみんなに伝えることができるかとか、設定は違うので、そのあたりはね、各ファミリー、ちょっと確認をしてみてください。それ以外にも、ギャングとかに所属している場合は、これですね、多分、F5 かな。ラジオを切ったとか、つけたとかあるんですけど、これで同じく、話すことができるのかなっていう感じですね。ギャングや警察組織、そして職場のトランシーバーなどは、この U のボタンでできるのかな。これでね、通話ができるようになってくるのかなという感じですね。現状まだファミリーは動いてて、ギャングってまだ動き出したばっかりとか、
まあ、結成したばっかりとかで、もうほぼほぼまだね、どうやってね、動いてったらいいんだろう、どうやって犯罪したらいいんだろうとかっていう部分でもあると思います。また、まあ、強盗系とかもいろいろね、あるんですけれども、例えば、家族の中でイベント、事業買収だったりとか、まあ、いろいろこういうのね、イベント、強盗系もあるんですけど、準備とかも一応こうやって準備あるんですが、おそらく警察が、まあ、いないと機能しないんじゃないかなと思います。警察がいない状態でこの強盗、街のど真ん中なんですけども、行ったことがあるんですね。このドルマークだったかな。ここに行った時には、こんな感じでした。実際には中に入れても、まあ、物は回収何もできないっていう感じで、時間制限いっぱいまでそこに、いても何も報酬得ることはできませんでした。また違法なお金稼ぎ的なものはほとんどこの組織といわれるギャングに所属した時にまあいろいろなね、クラフトメニューでリボルバーをクラフトするとか店を奪うとか秘密のワークショップ闇市とか違法植物残空土、強盗法、あとは銃武器屋を襲うとか、落書きするとか、まあね、いろいろね、こういろいろ車両セットとかいっぱいあるんですけども、まあ大体ね、スマホのメニューからダークネットで、で、この中から仕事だったりするのかな。これが左側のこのマスクと帽子のギャングのマークついてるやつじゃないと、ギャングじゃないとできないっていう感じですね。まあギャングは街にいくつか存在します。まずですね、左側これ。黄色いギャングですね。それから緑、そして赤、それから紫、そして水色、まあ青ですね。でちなみにパパテラは青です。この一応ボスをやっています。おそらく赤がハイグレ玉尾さんかなと。それ以外のところはまだまだちょっと分かっていないので、今後どうなるかっていう感じなんですけれども、まあ、ギャング参加したいよっていう人多分いると思います。ギャング参加すると確かにお金稼ぎとか、まあ、増えるとは思うんですけれども、逆にねできなくなるものもあるようです。例えばですね、マイワークのところからなんかねタクシーができなくなったとかってねいう話も聞いたりしましたので、ちょっとね行ってみようかなと思います。本当にギャングになるとタクシーできなくなっちゃうのか、意外とタクシー稼げるよっていうね、一般市民として稼げるよっていうね仕事だったと思いますので、まあ、自分がね今ギャング、入ってる状態でできなくなってるのかちょっと確認します。ちなみに VC の範囲なんですけど、範囲と設定他にもありまして、設定からマイクを握るというのが黄色くなってる時は N のボタンを押した時だけ自分の声が入る、 N を離したら声が入らないっていう状態ですね。でもう一個の設定ですね、このマイクを握るをクリックして白くした場合、じゃあどうなるのか。今この状態、喋れてない状態ですね。N を押すとずっと喋れる状態。喋るのをやめたい時に N をもう一回押すっていう感じで、押した時だけ喋れるのか、まあ、スイッチとしてオンにしてオンしっぱなしなのかっていうね。まあこれは好みですね。運転しながら N キーを押して喋るって結構ね、難しかったりするので、まあその時々で切り替えるといいのかなと思います。これは覚えておくといいですね。で、さらにですね、もう一個、範囲というものがあります。ちょっとこの設定元に戻しますね。まず、自分の声をどれぐらい周りに聞こえるかっていう設定できるんですけど、ここで、F12 っていうのを押してください。まあ、Steam の場合ね、スクリーンショットを撮っちゃったりするかもしれないんですけど、今、黄色い輪っか出てますよね。この範囲で自分の声が聞こえてるよっていうことなので、今ちっちゃい範囲だとまあ多少こそこそ話、今この円の中にいる範囲だけで喋れる、
もうちょっと広げたいな、大人数で喋りたいなっていう時はこういう感じで広げていくっていう感じで、自分の声ね、どこまでやるのがいいのか、だいたい2番目ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですよね。あんまり遠い人に声がガンガン聞こえててもしょうがないので、まあこのあたりはね、まあ設定してください。あとこれ今ちょうどなりましたけど、スリープモードってあります。これ、メニューとか押してたり視点を押しててもずっと足が動いていない状態だと、これスリープモード入るんです。周りから見ると寝るっていう字が多分出てると思うんですけど、この状態って自分がこれ喋るボタン押しても聞かないんですよね。だから立ち話ずっとね、同じ場所でしていると、これスリープモード入るんです。そうすると急に会話できなくなる。あれ俺マイクおかしくなったかなとかって思うかと思うんですが、これ動けばなんとかなります。こういう感じで動けばまた喋れますね。実際にちょっと知らない人喋りかけてみましょうか。どうかな。こんにちは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 っす。これはいはい、なんか質問あるんですけど。どうぞどうぞ。あのマイクの入力 N じゃないですか。はいはいはい。これサイドボタンにできねえかなみたいな。あ、どうなんだろう。なんかね、他のサーバー5メンバーとかそういうのできますけどね。はい、ここどうなんですかね。なんかやろうと思ったんですよ。あのつけっぱなしとかつけ切るとかできますよ。なんか押した時話すじゃなくて。あ、ガチですか。じゃあ教えますね。M を押して、はい、設定、M を押して、で設定でパフォーマンスっていう左側のところのマイクを握るを黄色いところを白にするとオンオフみたいな感じですね。画面の左側に白いマイクマークが出っ放しになるんで、押せば白くなってる時はずっと喋れるみたいな感じです。あーあー、ああ来たわ。これでいきます。 N を押した時は左側白くなってたらずっと喋りっぱなしです。でもう一回押せば消えるみたいな、いい、ね、そんな感じです、ね、OK です。あと人と話せなくなった時は、はい、N 押しながら F8、はい、F10 って順番に押すとこういう感じでリセットして倒れるみたいにやるんですよ、はい。これであのマイクをリセットしてなんか周波数合わせるみたいな感じですね。あともう一個あります。 M を押しながら設定で、はい、のパフォーマンスのプレイヤーの声を聞くってやつが123だったりすると思うんですけど、1とかが大体みんなね喋ってる周波数みたいな感じなのかな。聞こえますか。わかりました。 OK、はい、まあ、そんな感じですね。 あとなんかどっかファミリーとか入ってますか。いや入ってないですね、ファミリー。よかったらあのうち入りませんか。うち初心者に優しいっていうのを目標にしてるんですけど。うわマジですか。はい、自分いいっすか。いいっすか。じゃあ今招待しますね。いいっすか。うわマジですか。じゃあ車ちょっと降りてもらっていいですか。すいません。はい、今ファミリーの招待をしますので、 Y を押して受け入れてほしいんですね。はいはい、送りました。あ、来ました。アレクサンドロスさん、どうもありがとうございます。今、うちはね、GFLS パパテラっていうファミリーやってるんで。パパテラですか？はい。よろしく。本物ですか？本物です。はい。ちょうど。え、本当に似てます？今、ちょうど収録してて、初心者講座的なやつね。え、マジで本物ですか？このまま動画に使っちゃいますけど、はい。え、自分、中学校の時、一生カジノグリッチしました。あれ？夏休みに。悪い子だ。もうカジノグリッチのあの真ん中のね、あの PS4 の真ん中のスライドさせてみたいな。あ、はい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 、超懐かしいです、ね、あれ。でそうそう、うちはねここなんですよ。うお綺麗。あ、行きました。 OK。 でこっちがね家の入り口で、このガレージの前でこのファミリーの車とかは E のボタンを押すと閉まれたりするのね。まあちょっと家の中まず説明します。入り口入ったら E 押して、はい、家って押してみて。あ、これで入れたね。え、これ5M よりやばくないですか。うん、まあ、すごいと思うよ。まあこの家はすげえ、とりあえずね、まあ武器の倉庫とかあるけど、それアクセス権とかはまだ、はい、あのみんなはないから。そうですよね。はい、これガレージがね結構重要。こっちのねE、出口で E 押してガレージ押してください。ガレージすると、うわでっか、なにこれ。こういう感じでねガレージあるんだけど、はい、ちょっと今ね全部出払ってる車を全部一回戻しますね。はい、マーク2がある。すごい。
ここに車が何台かあるんだけど、まあ、マーク2乗ってもいいし、こっちのジャギラーというなんか黒いマット系の色あるでしょ、この3台。これは好きに乗って大丈夫です。はいはい、ああ、じゃあこれいいっすね。うん。で、とりあえず乗ったらガソリン入れたりとかもね、必要なので、はいはい、ちょっとね、説明します。とりあえず乗ってください。了解っす。で、乗ったら、コントロールキーを押してエンジンをかけるみたいな感じかな。ああ、だからさっきスクーター動かなかった。そう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 。はい。で、出入り口のところに行って E ボタンを押すと外に出られるので、まあ、隣のもう一台乗ってみる、はい、乗ってみます。OK。で、外に出るまでやってみよう。あ、こっち行けます。あれ、ダメだ。あ、運転免許が。あ、運転免許か。はい、じゃあこっちですね。運転免許からだ。OK です。まあここから一応ね乗ることができるようになるから、ファミリーだから免許か、そっからだね。そうだね、免許らしいです。じゃあオッケー、免許センター行きますか。なんか画面の左側に何々やれとか出てない、そもそも。なんか出てきます、これ。なんか電気技師になれとか出てない、もしかして。今出てきてます、電気技師。あー、じゃあそれやんないと運転免許までたどり着けないかもしれない。あ、ほんとだ、それだ。簡単だから一番下に運転免許。うん。で、電気技師の次、郵便局行けみたいな感じ。そうですね。で、その下が運転。で、そこまで手伝ってあげるわ、ちょっと。うわー、ありがとうございます。で、なんか右下に落ち着くみたいなボタンない？あー、あります。落ち着いてください。で、落ち着いてくださいってのやって、多分着替えると思うんですね。そしたら、来ました。黄色の輪っかのとこ多分どっか出てない、なんかこの辺出てない。あー、出てます、矢印。そこ行って、いい長押ししてください。ここが郵便局で、こっちの黄色いところ入ってみてください。ああ、わかりました。そう、荷物を受け取りたいだ。ここに運営さんがゴールデンタイムっていうのかな、まあ、要は人がいっぱいいそうな時間帯、多分昼間じゃなくて夜なんだけど、まあ、たまにいるんですよ。はい、はいはい。で、今いない、あれは違うんだ、あそこのおじさんは違くて。この噴水あたりに、あ、本当のあれか。そう、本当の動く人、しかも日本語喋ったりする人なんだけど、まあお金、ゲーム内マネー1万ドル必要で、はい、で、1万ドル用意できて銃のライセンス欲しいよっていう時は、M のキーを押して、行政とのコミュニケーションっていうのを押して、はい、で、リクエストを書くっていうところに、はい、1万ドル用意できました。銃のライセンス欲しいです。アメリカ国旗のとこにいます。よろしくお願いします。とかって送ると、まあ、来れるとき来てくれるっていう感じかな。はい、ああ。うん。そう。わかりました。あとね、周りの人がほとんどストレンジャーってなってて、誰だかわかんないと思うんだよ。そういったときは、そうですね。自分でこうやって人の方を向くと、足元になんか黄色とか白とか出ない？なんか輪っかが。あ、なんか出ます。出るよね。で、そこで G 押して、基本アクションっていうのを押して、握手するって押してみて。で、これ相手が Y で受け入れると、握手することによって、これで始めましてみたいな。そうそうそう。握手すると、あ、この人面識ある人だなってことで頭に名前が出るんだけど、マスクとか、なんか顔隠してる状態ってまたストレンジャーになっちゃうんだよね。ここですね。はい、あとここで多分免許みたいなの取るみたいに出ると思うんで、まあ、あとは車のレースみたいにチェックポイントを踏んでいくって感じなんで、それで免許取れると思います。あ、分かりました。うん、じゃあ車、そしたらね、免許多分取れたらこの車乗れると思うから、ちょっと頑張って走ってみて。はい、分かりました。はい、じゃあまたね、頑張って。ありがとうございます。やばいやばい、大丈夫？はい、というわけで、初心者講座を取っていたら、本当にガチ初心者さんに遭遇したので、ちょっとこういうね、お手伝いする流れとなりましたけれども、まあ未だに車で引いてくるやばいやついるんですね。まあいますね。まあ皆さん、この街に来たらね、一人で行動してると結構ね、危ないとか、いや、嫌な思いする可能性あるんですけど、これ結構これぐらい当たり前なので、まあこれにめげずに、まあファミリーとか、まあギャングとかもそうなんですけど、知り合いを作ったりとかしてね、まあ、ファミリーがいいかな。初心者さんにはぜひね、ファミリー登録してもらって、
で、まあ、1人じゃないんだよと情報共有しながら街で大体病院とかね人集まったりしてること多いんでそういうところでね、これは何どうやってやるのとかね、まあロールプレイのサーバーではあるんですけどまだまだねこうスタートなのでね情報共有してもらってであれはどうすればいいのどうやってお金稼ぎすればいいのとか操作どうやってればいいのみたいなねみんなで仲良くやっててもらえばいいなと思います。まあ、うちのね GFS パパテラっていうファミリーは本当初心者さんに優しくっていうのが結構モットーにあってまあ初期の設定だったりまあ車の操作 VC の操作とかもそうだしお金の稼ぎ方もそうだしあとはなんか戦いというよりもどっちかというとレースとか車が好きだよみたいな人がおそらく多いんじゃないかなと思います。まあカーミーティングとかもねあのちょいちょいロスサントスカスタムでやったりまたはあの遊園地でやったりとかあとは遊園地で競争して1位には何々プレゼントなんてのもたまにやったりしますのでまあぜひね初心者さんは参加してみてください。まあそんな感じでね今ファミリーも100人ぐらいになったのかな。でギャングの方もね随時ね街で見かけた時にはなることができますのでパパテラに会って許可をもらえばっていうかね承諾すればパパテラから招待が来ればギャングになれるっていう感じなのでまあぜひねパテラに会いに来てください。というわけで今回は、初心者講座でした。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そして概要欄からこの PC 版の GTA ね持ってる人は、このグランド RP 参加できますのでぜひダウンロードよろしくお願いします。どうもありがとうございました。あとね、一個ね、付け加えるの忘れました。ゲームをやめるときなんですけど、オルトと F4 押すと、こういう風になります。まあ F4 のね、ラジオがね、反応してしまうときあると思うんですけど、これでゲームやめることできるので、これではいでやめるっていう感じですね。まあそれ以外にも Windows ボタンを押してね、普通にタブを閉じるとかでもできるんですけど、まあ一応、オルトと F4。これも覚えておくといいですね。